突然ですが質問です。原子って本当に存在すると思いますか？そんなの当たり前じゃんって思いますよね。でも実はたった120年ちょっと前まで科学者の間でも原子なんて存在しない、計算上の便利な道具に過ぎないっていう意見が主流だったんです。今日は水に浮かべた花粉から飛び出した微粒子の不思議な動きがどうやって原子の実在性を証明したのか、その驚くべきストーリーをお話しします。まず時代背景から説明しましょう。19世紀末、科学界は大論争の真っ最中でした。一方には原子論派、ボルツマンなどがこう主張していました。物質は目に見えない小さな粒子、今の私たちが原子や分子と呼んでいるもの、そんな小さな粒子からできていて、熱は分子の運動なんだ。原子論派はそう考えていました。でも反対派も強力でした。エネルギー論派のマッハやオストバルトは、原子なんて計算上の便利な概念に過ぎない、直接観測できないものを実在するなんて言えるわけないだろうと反論します。実際エネルギー論派の一人であるエルンスト・マッハはこう言い切っています。私は原子を信じない、人工的な便宜手段に過ぎない。言われてみれば彼らの言い分も理解できますよね。確かに誰も原子を直接見たことはなかったんです。少し時代を遡って1827年、イギリスの植物学者ロバート・ブラウンが不思議な現象を発見します。花粉を水に浮かべて顕微鏡で観察してみると、花粉から出た微粒子がジグザグに勝手に動き続けるんです。まるで生きているみたいに。これって花粉が生きてるから？ブラウンは最初そう考えました。でも100年以上前の標本質の花粉でも同じように動いたんです。生命力じゃない、じゃあ有機物だから特別なの？今度は石炭、岩石、金属の微粒子で実験しました。なんとスフィンクスを削り取った粒子でも同じ、有機物かどうかは関係ない。その後も様々な仮説が提案されました。微粒子はバラバラの方向に動くので対流ではない、電極に引き寄せられないので電気的な力でもない、2年間観察し続けても運動は全く衰えなかったので小脳線のような化学反応でもない。1827年の発見から約80年間、誰もこの不思議な運動を説明できなかったんです。1888年にはフランスの物理学者ルイ・ジョルジュ・グーイが、ブラウン運動は熱力学第二法則では説明できないと非常に重要な洞察をしています。現代ではブラウン運動は熱力学第二法則と矛盾しないと理解されていますが、確かにいつまでも運動をし続ける粒子なんて永久期間を作れそうだとも思ってしまいます。1905年、当時26歳のアインシュタインが登場します。アインシュタインはボルツマンの本とマッハの本の両方を読んで原子論論争を知り、原子の存在を実証したいと考えていたようです。この年彼は物理学を根本から変える5本の重要な論文を発表しました。光電効果の理論、特殊相対論、質量とエネルギーの透過性を示す有名な E=mc² の式、そして今日のメイントピックであるブラウン運動の理論、どれ一つとっても歴史に名を残す大発見を1年のうちに立て続けに発表したんです。
1905年は後に奇跡の年と呼ばれるようになりました。アインシュタインの発想は革命的でした。従来のアプローチはバラバラに動く個々の粒子の動きを追跡しようとするものでした。でも一個一個の粒子の動きを追うだけでは不規則に運動するということ以上のことは分からなかった。でもアインシュタインは個別の動きじゃなくて統計的な振る舞いに注目しようというアプローチを取ったんです。これコイン投げに似ています。1回の結果は予測不可能、表か裏か 50% ずつなので当てずっぽうにならざるを得ません。でも100万回投げたらだいたい半分ずつになるって予測できますよね。同じように一つの粒子が次の瞬間どう動くかはわからないけど、長い時間でどれくらい移動するかは予測できるはず。アインシュタインはマクロな世界の拡散の法則であるフィックの法則とミクロな世界の粘性抵抗であるストークスの法則を熱エネルギーで結びつけました。そして導いた式がこれです。見えない原子の世界と見える粒子の動きが温度を介してつながった瞬間でした。さらにアインシュタインは天才的な発想をしました。従来拡散の方程式はたくさんの粒子がどう広がるか表すものでした。でもアインシュタインはこれを一つの粒子がどこにいる確率が高いかという確率の問題として読み替えたんです。この発想の転換が鍵でした。粒子は右に行ったり左に行ったりするから移動距離の平均を取るとゼロになっちゃう。プラスマイナスでキャンセルしちゃうんですね。でも距離の2乗の平均なら2乗を取ると必ず正の値になるので、今度はプラスマイナスで打ち消し合わないのです。そしてアインシュタインが導いたブラウン運動の移動距離の2乗平均の式がこれ。これはすごい。変位の2乗平均は時間に比例するんです。具体的に計算してみると30秒で動く距離は約 4.3 マイクロメートル。これは当時の顕微鏡でも十分に観測できる大きさなんです。考えてみてください。原子の大きさは約 0.1 から 0.3 ナノメートルです。それが数万倍も大きいマイクロメートルの世界で観測できるようになったんです。アインシュタインは論文の最後にこう書きました。誰か研究者が近いうちに解決してくれることを期待する。この実験が成功すれば原子論に対する新たな強力な証拠となるだろう。つまり誰か実験が得意な人これを確かめてくれないかなってことですね。その挑戦を受けて立ったのがフランスの物理学者ジャン・ペラン。でも実験は超困難でした。理論を検証するには粒子の大きさが完全に揃っている必要があったんです。でペランの工夫がすごいんです。黄色い絵の具に使われる岩棒子という樹脂の微粒子を3段階の遠心分離で生成、サイズが 0.3 マイクロメートルに揃った粒子を用意したんです。ペランが観測したのが沈降平衡という現象。空気は標高が高い山では薄くなりますよね。これは19世紀にすでに知られていた事実なのですが、ボルツマンはこれを空気分子が地球の重力に引っ張られて地表ほど濃くなり高くなるほど薄くなると考えました。でも空気分子は見ることができなかったので彼のアイディアを実証することはできなかったんです。しかしペランは水の中の微粒子を顕微鏡で観察することでこの沈降平衡とアインシュタインのブラウン運動の理論を実証しようとしたんです。そして地道な実験と観察の日々、
顕微鏡で粒子を追跡し、一定時間ごとに位置を記録。何度も何度も繰り返し、そして得られた結果は？なんと、アインシュタインの理論とぴったり一致。移動距離の2乗平均は確かに時間に比例していました。この結果を知ったアインシュタインはペランに感謝の手紙を送っています。ブラウン運動をこんなにも精度よく測定することは不可能だと思っていました。この仕事をあなたが引き受けてくれたのは幸運でした。理論を提唱した本人すら難しいと思っていた実験をペランは見事に成し遂げたんですね。ペランの実験からはさらに重要なものが得られました。アインシュタインの式に実験データを代入するとボルツマン定数が求められます。そして期待定数 R をボルツマン定数で割ると NA=6.5×10^23。これが1モルの物質に含まれる粒子の数であるアボガドロ数です。アボガドロ数は現代ではおよそ 6.02×10^23 とされていますが、当時としては非常に正確な測定だったんです。驚くべきことに、この値は全く別の方法で得られた値と一致しました。プランクの黒体放射や放射性崩壊、ミリカンの油滴実験、X 線解説など様々な方法で得られたアボガドロ数の値が一致していました。これは偶然では説明できないですよね。1909年、かつて原子を否定していたオストバルトが認めました。原子仮説についての実験的証拠を我々が最近ついに手に入れたと確信した。私はもはや原子仮説に反対する理由を持たない。1926年、ペランはノーベル物理学賞を受賞。受賞理由は物質の不連続構造に関する研究、特に沈降平衡の発見。物質の不連続構造とは、物質が原子という小さな粒子で構成されているという考え方ですね。原子論論争は原子論の勝利で幕を閉じたんです。でもここでエネルギー浪者たちを新しい考えを認めなかった頑固者とバカにしてはいけません。彼らは観測できないものを仮定すべきでないというオッカムのカミソリに忠実だっただけ。彼らの態度は科学的に正しい態度だったんです。アインシュタインとペランがすごかったのは、見えないものを見えるものにしたこと。それまで不可能だった方法で原子の実在を示したんです。ブラウン運動は1827年に発見されてから約80年間ずっと謎だった微粒子の不思議な動きでした。それを理論で解き明かしたのがアインシュタイン。統計力学の考え方で見える粒子と見えない原子を結びつける理論を構築しました。そしてペランは執念の実験で理論を実証し、原子論論争に終止符を打ったのです。私たちが当たり前のように受け入れている原子の存在って、それが科学的に根拠のある実証的存在になるまで多くの人の努力と創意工夫が積み重ねられていたんですね。見えないものを見えるようにする。記憶に新しいところだとニュートリノ振動や重力波もそうですね。そんな科学のロマンが少しでも伝われば嬉しいです。それではまた次回の動画まで。ごきげんよう。